チメクチメクは、フライドチキンとビールをセットにした食べ方を表す、朝鮮語である。チキンとメクチュからチメクと名付けられた。韓国では、サムギョプサルと焼け酒、チジミとマッコリなどが料理と酒の定番の組み合わせとして広く認知され、フライドチキンとビールもその一つである。韓国には、チキン専門店が2009年の時点で26,156店あり、 年間の売上高は、計2兆2075億ウォンに達する。店舗数が800店以上のチェーンストアも2010年の時点で6社あり、多くがデリバリーも行っている。家庭で野球などのスポーツ観戦をする際に、クリスピーなフライドチキンや甘辛味のヤンニョムチキンなどを専門店で購入することも多く、成人はビールを一緒に飲んでチメクとする。チキンの味付けには、 カレーや蜂蜜などのフレーバーも用いられる。専門店では、チキンだけでなく、フライドポテトやピクルス、タコフライなども添えられ、2016年のソウルにおける、調査では3から4人分で2万3000ウォン、ビールがジョッキ1杯で1万ウォンなどとなっている。一方で、カロリーが高く塩分も多く含まれる、フライドチキンとビールの組み合わせは、健康に、 悪影響を及ぼすとの指摘も根強い。手口メクフェスティバル1960年代以末にソウルのミョンドンで開業した栄養センターが提供していた鶏の丸焼きと生ビールのセットがチメクの原型とされる。この頃にアメリカからブロイラーや養鶏用の飼料が輸入され鶏肉の供給が増加していった。観光の奇跡と呼ばれる経済成長が続き、 1970年代に入ると韓国内でショートニングや食用油の生産が増えて小麦粉の輸入も増加し1977年にはリムスチキンという韓国初のフライドチキンのチェーンストアが新世界百貨店に誕生している。1984年にはケンタッキーフライドチキンも韓国に進出するなどフライドチキンの普及が進んでいった。また、 1982年にプロ野球、1983年にはプロサッカーのリーグがそれぞれ誕生し、地滅を伴う感染が盛んになっていった。一方、OB ビールは1990年代に OB ホープというビアホールをチェーン展開し、そこで自社の生ビールとチキンをセットで販売した。この地滅が会社員や大学生の間で大人気となり、OB ホップは 急速に店舗数を増やしていった。1997年に外国産の冷凍系肉の輸入が自由化されると外資系チェーンの参入もあってチキン専門店が増加している。2002年の FIFA ワールドカップをきっかけに広場や居酒屋でチメクを喫食しながらサッカー観戦するスタイルが全国的に流行した。また2005年の鳥インフルエンザによる鶏肉の高騰や 競争激化のためチキン専門店は、付加価値を高める戦略を取り、ビールを提供する、ホットサンチキンやザ・フライパンなどのチメクのチェーンは2010年の1年間で、店舗数を100点以上増やしている。2013年のテレビドラマ、星から来た、あなたでは、主人公が家族とチメクを食べた記憶を幸せなものをして、改装する重要なシーンがあり、放送をきっかけにチメクの人気が上昇して、 専門店が増加し、ケンタッキーフライドチキンがビール販売を始めるなどの変化があった。雪が降った日には、チメクという動作のセリフは韓国だけでなく、アイチヨなどで同時期に配信されていた中国でもインパクトを与え、上海市では韓国式のフライドチキンに行列が並び、2016年3月には、インチョン広域市の月日島を訪れた。 中国人観光客4500人がチメクパーティーに参加している。また、2013年から毎年7月にテグチメクフェスティバルがテグ広域市で開催されている。ありがとうございます。